やった。アリーナだったらどうなんだろうね。こいつ。今回のチャンピオンです。素晴らしい。熱心な被験者がこんなにも。私がジャンプマスターです。呪いでもあり、祝福でもあります。火力発電所くらい行ってみようか。ここで降りましょう。美しい場所です。了解。さあどこかな。よいしょ。感じますか。美の熱が私たちに呼びかけています。うわ、武器がね、アップかぶってたらアウトだったな。マスティフボルト、近距離用です。カードボットを見た。意外と溜まるの早いな。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。こっちは誰もいなさそうっすね。こっち行こうか。これ単独かぶったらやばいけどね。セルがめっちゃあった。シールドリチャージ進行中。とりあえず何もないかな。見たんかな。ここー
そっち行かなきゃいけなくなってる。ジャンプタワー、あのジャンプタワーでそっち行くわ。わあ、雷が。なんか夏にああいう時あるよね。なんかちょっと晴れてんのに。あ、あれやればよかった。そっち行くね。あ、てかそんな手前じゃないけど、敵ここにいます。敵に撃たれてる。ここに敵がいます。ベールを通してお見せしましょう。リロード中です。リロード中よ。ハートを受け取ってください。やば。シールドをリチャージしています。危ねえ。シールドをリチャージしています。あ、これ。解放しますね。ベールの向こうをお見せします。いやー、恐ろしい恐ろしい。ちょっとそこ近すぎるから向こうで行くね。どっちがいいんかな。このまっすぐ行ったところの、あと一本ですね。リングが近いのはありがたいです。
の曲がったところのあそこ、あのエリア内で行こう。残り45秒ですが、リングは近いですね。やばいかな。ちょっと変わってんな、ここ。次のリング閉鎖まで残り30秒。これ上から行かないといけんのかな。変な感じになったもんな。やられたよ。拡張エネルギーマガジンを発見。スコープを発見。近距離用です。